皆さんこんにちは、こんばんは。アメトーブキャプテンです。アメトーブ美人マネージャーです。さあこちらでございます、はい、じゃん、クルセイダーでございます。おお、こちらね、あのこうやってあのガードって書いてますけど、はい、これまあ見てもらっていいですか。ここにカット板、絆創膏貼ってますね。はい、これ絆創膏の、アドバタージングキャラクターでございます。ああ、はい、これが一般的に売られてるやつなんですよ。はいはいはい、これ実はもう一個ちょっとちょっと珍しいなっていう、はい、パターン違い、パターン違いありまして、はい、実はこちらなんですけど、はい、よいしょ、後ろは普通ですよね、はい、まあ蓋もついてて普通ですよね、はい、ちょっと前を見ていただいていきたいです、はい、どこが違うか分かりますかね、はい、米君。まあ、一目瞭然かも。一目瞭の然ですね、はい、めっちゃ緑じゃないですか。そうなんですよ、はい、中のカラーが緑タイプと白タイプがあるんですよ、はい、へえ。で、僕が買ったの、一番最初に買ったのこっちなんですね。あ、知らずに。そう、はいはい、でも教えてくれて、このね中がね抜けてるのがなかなか珍しいよみたいになってて、はい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 、ってなってて、他のやつ、他のお店のやつ見たら、はい、確かに全部白いんですよ、はい、なので、はい、あ、ちょっとこれはいいなっていうのでこっちを買って、はい、で後でこっちを買い足したんですけど。なるほど。そうだから これもね、カラーがね多分ね、もともと塗られてないと思うんですよ。はい、あ、はい、あ、はい、だからこれをね、この中がね、この白じゃないタイプ持ってる、はい、持ってる方ちょっと少ないかもしれない。なんかその僕の感覚ですけど、うん、僕ちょっとあのアメトイも好きなんですけど、うん、昔学生時代に、うん、香港トイを集めてた時があったんですよ。あ、ジェイソンシューとかアンディラウとか、アンディラウとか、うん、ちょっとそれ系の顔してますよね。確かに、かちょっとアメトイの顔っていうよりこの顎が出てたり。あ、確かに確かに、顔の作りが、うん、確かにそうか、はい、だから僕も好きです、こういう顔が、うん、そうだから、はい、そう、米くんとかも好きそうなやつやけど、はい、まあ多分いい、ね、そう、どこのなんだろうね、まあお店に行ったらあって買えるっていう、はいはい、うん、そんな探すのが大変なものではない。そうね、まあ1万円は超えます。はいはいはい、大体1万円は超えます、ものとしては、はいはい、でもこっちはなかなか見つからないので、はいはいはい、もしこっちを持ってる方、はい、こっちをちょっと探してみてはいかがかなと。そうですね、なんか持ってて知らなかったけどこれがあるならちょっと探してみようってなりますしね、うん、そうで、医療関係者の方、医療従事者の方も、はい、もうカットマンなんで日常茶飯事で貼っつけてると思います、はい、あとお父さんお母さん子供が怪我した時、はいはい、ぜひそういう方お家にこれ1個食べてもいいじゃないですか。置いた医療従事者からちょっと一気に広がりましたけどとあともうこのついでに言わせてもらいたいですけど、はい、あのクイズ出すなら、うん、あの見てください、この文字真っ白でしょ、うん、この文字真っ白でしょ、次見ていただきましょう。どこが違うでしょうって言うと文字しかないんですよ。あともう一個俺、はい、ミスってんの、はい、実は。何ですか、ヨネ君。こうやってやってるやん。はい、で俺こっちからこう出してきたやんか、はい。もうこれ見えてるよね、ヨネ君から。見えてる。めちゃめちゃ見えてる。めちゃめちゃ見えてるよね、うん。こうやってやったから。はい、じゃあってことで、本当。いやけどその。知らない、だから数はこっちの方が絶対少ないはずなんですよね。少ないと思う。ってなったらこっちは持ってたけど、うんうん、知らなかってまた1個あアメトイショップに行くのが楽しみになりますね。そうね、あの時のこれって大川さんが言ってたあれってないかなとか。そうね、まあこれだけはね年代知ってます。1975年のやつですこれだけは、これだけは知ってます。75年、結構古いもんなんですね。結構古いです、僕より3つ年上です。はいはいはい、はい、ということで皆さんぜひ、はい、カット版好きな方、はい、絆創膏好きな方、はい、こちら一家に一個いかがでしょうか。どうでしょう。チャンネル登録ずっぽしお願いします。あ、切ってしまいました。切って、あ、痛い痛い痛い、はい、まず何をしますか。まず、はい、どこが消えてるか確認します。はい、確認しましたね。あ、ここだ、血が出てます。血が出てる、うわうわ。次何をしますか。これここに消毒液を、はい、消毒、はい、しみるしみるしみた、消毒液しみて、垂れても垂れて垂れても空気に触れたら、あーかかかやって、ここに、はい、カット板あります。カット板、はい、絆創膏ですか。絆創膏、今日はそんなキャラクターを紹介したいと思います。なんとアドバタイジングということですね。はい、